久保さん。やっぱ久保さんには勝てないですね。僕はですね、負け惜しみです。負け惜しみ。ただの負け惜しみです。勝手に久保哲郎をライバルにして、勝手にクソ思ってやってるだけなんで。ね。<laughs> もう久保さんの言う通りで、ね、お客さんが欲しいものって、多分ビジネスしたいと思ってる人いないと思うんで。<laughs> 結果が出ればそれでいいんじゃないですか。稼げればそれでいいと思ってますよ。 僕もいろんなお客さんやっぱ見てますけど、まあ、僕自身もそうですしね、手段でビジネスをやってるだけで、逆に言うと、その手段しか取れないっていうね、久保さんは今、金融の手段も取れるので、やっぱ羨ましいですよね。僕はこの前借金返したばっかなんで、まだ、地を這いずるまるようにキャッシュを作っていかないといけないんで、まあ、ちょっと頑張りますけど、まあ単純に久保さんの方が、あの、すべてが上だなと。 まあ思うばかりですねもう結果がすべてだと、もうその通りですと <laughs>。ただ僕は結果を出す上で、こういう手段があるよと、ねまあ、それは実際、久保さんもそうだったんで、まあ、お金がない、まあ、借金がある、まあ、僕も借金ありましたけど、それを返す上で、最初から金融はやっぱいけないので、まあ、実際、教えてるお客さんもそうですけども、まあ、最初はやっぱ情報ビジネスを覚えるべきだと僕は思うし。 うん、だからそれはもうずっと伝え続けていきます。ただし僕も段階層で軍資金が作って金融で回るようになったらまた情報発信の仕方は変わるし多分一個またなんかフレームが外れるのかなと思うんですけど今は僕自身が目先のキャッシュを作っていくっていうところを、まあ、やってますので、まあ、久保さんはそれをやりきってね今は違うステージにいるのであれですけどね、うん、やっぱ久保哲郎万歳ですね。<laughs> うん やっぱね、何が悔しいかっていうと、うんやっぱそのお客さんだった、まあん、お客さんだった人に、やっぱ圧倒的に抜かれたっていうね、なんだろうな、まあこれ言葉は汚いかもしれないですけども、下に見てた、あのコメントしか書けない、書けなかったお客さんが、今は僕のもっと上の上にいるっていう、隠居にいるっていうね。 クソーみたいな話っすよね <laughs>。あん時コメントしか書けんかったのにな <laughs>、みたいなね <laughs>。うん。だからまあ、あのー、SEO 的に久保哲郎万歳にしておきましょうか <laughs>。SEO 的に久保哲郎万歳にしておきましょう。<laughs> これでいきましょう。久保哲郎万歳です。お手上げです。だけどお手上げはするけれども、僕は、 あのお手上げもしつつやることやるっていうね <laughs> まあただそれだけですねうんまあ久保さんの人生と僕の人生は違いますから久保さんの銀行口座は僕の銀行口座ではないですから、うん、僕がやるべきことをやると、うん、ただそれだけですねで僕が教えるべき人に教えるとうんだから今お金がない、うん、その運転資金回せるお金がない投資のお金がないね 100万円の余剰資金すらない。であるならば、であるならば、まずはコンテンツでね、しっかり作っていこうっていうのが、えー、僕は教えられますし、まあそれをこれからも教えていこうかなと思います。ただ発信の仕方はね、僕のステージが変わったら変わるかもしれないですけど、ただ本出してるのでね、本出してるんで、まあこれはまあドリームアカデミアも僕ずっとコンテンツビジネスを教えていこうとは思ってるので、まあずっとそれは教え続けていきますけど、 まあ役目かなと僕のね、あのー、なぜならば、うん、僕は情報ビジネスに救われたので、うん、情報ビジネスという概念だったりとか、コンテンツビジネスという概念ですよね。まあ、そこをやってきて、そこにまあ正気を見いだしたと。そこで救われたっていうのがありますので、まあ、本も出しましたしね。まあ、僕が本出せるとは思わなかったですし、うん、だからそ,のその恩があるというか、 救われたんで、まあ、あの、救える人は救うっていう。うん。でも、救えない人もいますけどね。全員は救えないですけど。その人のやる気がなければ。うん。だから、やる気ある人は、どん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 サポートしていきますし。うん。こんな感じですかね。はい。ということで、とりあえず、お金を増やしたいとかね。とりあえず、いや、コンテンツビジネスとか、情報ビジネスとか、まあ、そういうのじゃないんですと。 まあ、とりあえずお金を増やしたいんですと。結果が出れば何でもいいんです。でもその何でもいいけどその手段が分かんない。っていう場合は速可塾にお入りください。はい、久保さんいろんなね、ありとあらゆる手法を知ってますから。お金を増やす上での。うん、僕は正直すいません。コンテンツビジネスに特化してます。なんで、久保さんほどレパートリーはないですね。うん。でも、久保さんにそれ言われちゃうと、ちょっと勝てねえな、みたいな。 なぜならば、お客さんは別にビジネスしたいと思ってないですから。うん、僕もそうですしね。お、う、金、ん、だって5億円あ、貯金ね、5億とか10億、20億あってガリガリビジネスやりたいかっていうと、正直引退ですよね。うん、だからまあ僕自身もまあ実際そう思ってる部分がありますからね、本音は。うん 10億円あって毎月商品ガリガリビジネスやるかっていうと絶対やんないですね多分多分やんない <laughs> ねまあ発信はするに動画を撮るかもしれないけどねまあ毎月商品ガンガンやんないでしょうね10億あったらまあ5億円でもいいですけどはいということでクボテスロ万歳と言ってらっしゃい